さあ、PK はああ、やったか。滑った瞬間、あそこに引っかかろうみたいな感じあったもんな。オフはなくて、部屋に裏ケアしきれてません。このサリバンのとこだね、触ったかどうか。ああ、ちょっと触っちゃってるけど、ただ、倒れるタイミングがその後だからね。ワールドカップでこのシーンあったよね。触ってた、触ってはいたけど、明らかにすごい倒れに行ったっていうか。ワールドカップだとこの感じで取り消されてたよね。プレミアだからな。 やっぱ PK なんだ。さあ、決められてしまいました。ジェイソスいないより、富康いない方が大きく見えますけどね。ティアニーが高い位置取るから、あのー、マルティニリが中入ってきて、ジャカが低い位置取るっていう、そういう左サイドを旋回する形になってるんで、マルティニリが一番得意なのは外でバック勝負できるわけじゃないんだよね。あ、ティアニー、ポジショニング迷子になってる。そうなよな、わかったわ。一つ新しい発見ありましたね。うわ、めっちゃ。 ジジャカがが列上がっててこここういういいポジショニングできるでしょトーマスここいてだから、こっからこっち出した後トミ富スの場合、こう見ながらこうもこうも振れるんですよ。でも今って、ティアニーが上がって、マルティネーリ入って、ジャカこうだから、一番左が曲がりイスになって、こっち側見ながら右で出せないから、左に持ち替えてこう出すと、こっち出すってなるから、こっちにもプレスのスイッチが入っちゃうんだよね。 だディフェンスへのパス回して一番外が曲がり合い椅子になるよりも、両足使える冨安の方が、細かく必要なところにパスを送れるみたいなんだよね。冨安いないのが、こう、ちょっと冨安の技術ベースで組める戦術のおかげで、あの一人一人の適材適所になってたのが、今崩れちゃってるのが苦しいところですね、これ。いいこと気づけたね。曲がり合いってそんなに右蹴れなかったっけ左で出すと見せて、右でね、短いパスぐらいの出せるかなと思ったんですけど普通にその発想がないだけなのか。 この後もしかしたらやるかもしれないけど、現状は、曲がりない人がこっち見ながらこうっていうのを出せないから、ティアリーの外が生きてないってなってますね。それで左寄せた後、右とかだとスペースあるところで、坂に勝負させられるから。それが,アルテタがサイある程度、サイドバックに両足使える選手を求めてる理由なんですよ。僕はそう思ってますね。これ、うちのチームの選手にも、この間、西大吾さん来てくれたドキュメント、2回目あるじゃん。あれで、大吾さんに質問してたあの翔太に、 ここれれもうめっずっとこればっっとばか言てました、ね、ロンドンの練習の時もも、こっち見ながらこう、こっち見ながらこうっていう、こっち見ながらこう、こっち見ながらこうっていう、それ出せるようになるって言って、両足使えるんだからっていうのをずっと求めて,て、最近そういうプレー増えてきたんで、嬉しいんですよ。日本人、両足蹴れる人、高いレベルると多いけど、生体知らない人も同時に多いから、その両足使えるメリットを生かしてないみたいなのがありますね。 やっぱ、いい選手とか、上手い選手はね、そういう生態とか知らなくても、弱しければ、どんどんそのプレイできるようになりますよ。なんならすげえ早く。ハーセンはフォワード補強ね。他はね、ジズ・テンケティアで、もう一枚取ってきて、ダブ付キよりはいいかなと思うんですけどね。もしくは、スミスロー戻ってきて、そこに使うのありだし。誰が取るって言ったらね、今、市場に出てるのが誰なのかも、ちょっと、アメイフィスか。メイフィスとかいいと思うんですけどね。さあ、フはどっちだなさそうだけど。 ね、シュートがパスになったのか、キックフェイントでそのままパスにしたのか、ね、もう一回見たいね。どっちだったんだろうね、これね。シュートっぽいけどね、打ち方は。たまるンディじゃなくて、ジャカーが裏抜けしてて、それをね、ドーソンが裏ケアしてたからラインがずれて、みたいな。サッカーがそれを見逃さなかった。シュートそのままパスにね、できたサッカー素晴らしいですよね。わー、完璧すごいや、今真ん中止めた後、左にずらしてね、 ニア打ち抜いたらすごかったね。なんかこうテンポ良すぎてニアちゃんと抑えらんなかったって感じでしたもんね、ハビアンスキー。いやーよく逆転したな。サカーォークうまいよな。相手にね、空中戦でアーリーヒットすることなんですけど。じゃあカーがボールの移動中、外見てって、真ん中、いや素晴らしかったね。こんなあのテンポよく外されると思ってなかったから。 外してシュートモーション入ったときに、本当ならすぐには抑えなきゃいけないんだけど、ハビアンスキーがポジショニング取り直せなかったですね。ハビアンスキーだからすごい悔しそうなのは、ね、自分がセオリー通りの守り方できなかったって感じだけど、これはもうマルティネイティのプレイのイメージがもらう前からちゃんとできてたから、みたいな感じはしてますけどね。チャカから出てきたときに一回止めて、相手も止めて、みたいな。今のが正体ですけどね、最初に止めたやつが。相手にへそ向けた状態で、 このボールを収めてそこから縦持ち出して速体で蹴るっていうだからなんかやってほしい技術っていうかすごい重要な技術をいろんな選手が連続で出したその空中戦のセリカツポークのところもそうだしあのジャカのボールの移動中の反対見れるのもそうだし今言ったようなマルティニーの声体からシュートの時の速体でっていうサッカー体当てるの毎回うまいだかサッカーは本当頭いいというかその賢い選手がやるプレー全部 賢い選手がやるプレー、チェックリストみたいなので、サッカー全部入ってると思,思いますね。ファジーで高い位置取りすぎないとか、ポークちゃんとするとか、裏抜けの時に助走つけるとか、プラーウェイするとか。この選手をね、ウィングに使えてる贅沢さよね。普通なら中央に使いたいですからね、こういう選手って。あどうするうお、素晴らしい決まったーいやー、嬉しい。いや、エンケティアのこのターンからのね、さっき言ったような持ち味全部出ましたね。いやー。 ジェズス、けが。いや、だずっとさ、ジェズスが怪我して、誰取ればいいですか今,今日も聞かれたけど、誰フォアで必要ですかっていや、エンケティアいるじゃん、エンケティアいるじゃんっていう話してたから、エンケティア結果出してくれたらいいなって思ってたからね。結果の出し方も良かったしね。めっちゃ嬉しいね、これは。普通ならね、反対に持ってきそうだからね。内側にグッて持ってきそうだから、そっちの方にね、ケーラーがね、ブロックしに行こうとしたら、その逆手を取ったっていうかね、 いや、これは嬉しいね。結構個人応援してるところで言うと、ここ最近でトップクラスに嬉しいですね。エンケティアの活躍。普通ゴールに近い方を運びたくなるけどね。もう感覚的に利き足の上で蹴りたかっただけかもしれないけど。